千葉県知事選が21日投開票され、立憲民主党などが支援した熊谷俊人前千葉市長、41、が初当選。ベーシックインカム党の後藤輝樹氏、38、や千葉県全体を夢と魔法の国にする党の河合雄介氏、40、は落選となった。NHK は投票締め切り、午後8時、直後にテロップで熊谷氏の当選を伝えた。森田健作知事、71、の公認をめぐる知事選は、過去最多となる8人の候補者が名乗りを上げ、話題となったのは政見放送だ。顔面白塗りのピエロに扮した河合氏は、千葉県のディズニーランド化や制作をの忘れするコントファウレやビールスラが、ご同時は千夏さん大好きです、と彼女の長所を列挙し、あなたを幸せにできないなら自決します。結婚してくださいとプロポーズした。さらに無所属で医師の加藤健一郎氏、71、は夢は当選して、小池百合子氏と結婚する。小池氏は、落選するような情けない男は相手にしない。支持で恐縮ですが、めでたく結婚できるようにご支援お願いします。と真面目な顔で訴え、ネタ披露会か。面白すぎる千葉県民として恥ずかしいなど賛否両論で、物議を醸す選挙となっていた。